皆様お機嫌いかがでしょうか竜神とその御神体の移動を祀る穂積寺住職の竜神坊正徳です先日は新潟県にある白龍大御原社に参詣してまいりました白龍大御原社というのは元町通りと新津谷工事これ別名ですね人情横丁というらしいですねそこまあそういう名前の通りこれが交差する場所に鎮座されているんです で元町通りにはですね位置,位置が並んでいて平日でも賑やかな通りでしたまさに付近の商店街の守り神のようなありがたさと親しみやすさをたたえていらっしゃいましたさて今回は前回に引き続き3600万円もの借金全額を完済できた竜神のご利益についてお話をさせてください え前回お話ししたのは松山商店、浅草の本流院の方に参拝したという話からでした。で、この松山商店への参拝を機に、これまでもう借金まみれで自己肯定感はゼロ。もう死にたいと日々思っていた私の暮らしに変化が生じます。それは、感謝をするようになったということ。まあ、今日も命があってくれてよかった。 ご飯が食べられて美味しかったそして仕事がなくならなくて助かったなど目の周りにある出来事に心からありがたさを感じるようになったんですで当たり前と思われるようなことでも実はそこには奇跡的なたくさんのこうつながりがあって初めて目の前に現れていることが少なくありませんこれまでの私はそれを無視しながら 自分にばかりこだわって生きてきたんですこの体験をしたからこそ私は思うんですが自己肯定感というのは視野の広さとかあと狭さとも大きく関わってくるものだと言えますあの難しい言葉で言うと自分自身を俯瞰して見られるかどうかということです俯瞰というのは高いところから見渡すということを指す言葉です転じて 広い視野で物事を見るという意味になります。当時の私は借金を返済するということばかりにこだわって、その本質にある稼ぐ、稼ぐ力を養うということを全く考えておりませんでした。でも考えようによっては、稼ぐ力を身につけた方が、借金を返済できる上に経済力も備えることにもつながるでしょう。 このことを契機に私は借金にとらわれることがなくなり自分の経済力を持っている力を高めるということに注力するようになります確かに毎月の返済額から逆算して不安がないと言えばですねそれはもう嘘になりますがそれでもこれほど不運に見舞われているのだからきっとここを抜けると すごい幸せが待っているはずという希望を持つことができるようになりましたそして少しずつ神社仏閣に通ううちにワクワクしてくるんですねこう神仏とか竜神と対話をするうちに正しい願い方が見えてきたからですその正しい願い方とは何かそれは次の7つですまず1現世利悪 現世利益でもいいです。この意味を知るということ。2、願いの限界をわきまえるということ。3、等価交換を意識するということ。4、まず自分のできることを先に差し出すということ。5、全力を尽くすことと志を伝えて初めてその後の 後押し、最後の後押しの祈願をするということ。6ご報告の約束お礼参りをするということ。そして成就したら必ずお礼に伺うこと。7大きなご利益というのは何かそれは自分の天命が見えてくるということ。この7つです。あとで詳しくご説明しますけどもこの考え方をもって礼節を持ち願えば 必ずと言っていいほどヒントが見えてきたり必要だった人脈とつながれたりこうびっくりするようなですね抜擢というかそういったものがなされていくんですそして本流院松山商店様に通い詰めて半年ぐらいですかねした時に私にチャンスが舞い込んできましたでそれが占いによる企業顧問の仕事でありあと手帳の 執筆業であっったり出出版、テレビ出演、セミナー業のきっかけでしたもしも家でうつうつとですね同じことばかりを繰り返していたらこれらのことと出会う機会はなかったと思います。なかったでしょうでそこをするにいつしか私は死生観生きる死ぬっていう観,観点というかそういった見方までが変わっていって人は自ら死なずとも いいつか必ず死んでしまうということとこどんな人生でもいかようにでも変わる可能性がありたった一度きりであるということ命はいつ終わるのか分からず残された生の時間生きてる時間に何を詰め込んでいくのかっていうのを自問することこのように考えるようになっていきましたこれこそが無理して高めるものでもなく一生懸命維持するものでもない 新しい自分なりの自己肯定感のあり方だったというふうに思います私にとっての自己肯定感とは神社や竜神と向き合って己の小ささというものを認識する意識することから芽生えたんですそしてその答えのすべては幼い頃から接してきた実家の現保住寺の竜神の井戸にあったんですではここで 龍神様というのは一体私たちの何を叶えてくれるんでしょうかその答えは私の思う答えです世のため人のためになるその人の願望を時間と空間をギュッとショートカットしていわゆる縮めてすごい勢いで叶えてくれるこれが私の回答です龍神は神仏の兼属たる最高位の自然神です 天候をを支配し雨を降らせるという力以外に自分の使命人生においてやるべきことですねと社会の天命公の利益のためにやってほしいということこれがピタッと合致した時にそこまで一気にグッと引き上げてくれるそういう力も持っていらっしゃいますこれこそが原生利益原生利益ということなのではないかなというふうに思います ただポイントは自分だけの利益・自利ではなく他の誰かあるいは世間のための利益・利他これを思える姿勢も求められるということですまあ利己的エゴイストな人,エゴイストな人、まあ、視野が狭くてですね「天」「天」という視点を持たない人には竜人というのは力を一切貸しませんつまり自己肯定感が低い人 っていうのは視野が高くて広くて自分でも世の中のために何ができるのかを考えているような人つまり自己肯定感の高い人こそ龍神というのは力を貸したいというふうに感じるんでしょうね考えるのかもしれませんでそこからの私はまさに龍神がついているかのごとく 借金の返済をししていきましたもちろん努力はしました。当然しました。でも別に無理したり、文句を言ったり、泣き言を言いながらやったわけではないんです。私がいつも願っていた内容、それは、この借金3600万円を全て返し終わったら、ここで培われた自分の能力を生かし、関わる人々や会社に利益を与えられるようにしてください。 というものでしたまあこれきれい事でも何でもないと思うんですよね全力でやりきった後の後押しを欲しいというふうに私は願ってたんですでこれを毎回祈願していましたそして3600万円の借金を背負って1年と7ヶ月経った時周囲も親も一体何をしたのかとしきりに不思議がっていましたあの 借金はすべて完済され跡形もなく消えたんです本来は6年半かかるはずだったのでまあ、私もなんですけど驚きですよね周りもで、もちろん一番驚いてたのはやっぱり私自身他ならの,の自分だったんですねただ今回のその出来事を経て確実に自分がこの体験したことっていうのをいつか広めていかないといけないという風うに私は 自分の天命というのを見出したんです。で今回まであの私の過去の話に終始してしまいましたが、あの私事をですね、つらつらと失礼いたしました。あの今の私があるのはまさに、龍神様のおかげと言わざるを得ず、この体験が今の僧侶としての聖徳というものを作ってくれたと言っても過言ではありません。私が 天命として見出したものは龍神様その存在ご意向そしてその持ってらっしゃる力原石利益医学そういったことを願いを叶えてくれる神様である自分自身を見つめ直すことが大事である自己肯定感が大切なんだってことこれを僧侶として皆さんにお伝えすることなんではないかなっていうふうに思ってそれで今ここにこうしているわけなんです。 さてえ、冒頭でお話しした白龍大権現者の創立というのは昭和28年、1953年1953ですす。かね、とされていますこの年に1体,あ1体の2頭1体2頭の古い龍神像が信濃川を流れて大河津に漂,漂着したそうですたまたまここの本町,の本町通り商店街でですね神社の創立の機運があったみたいで。 その,あの神様の像、心臓を譲り受けて祀ったというのが発祥だというふうに言われています。なお、その像の説明書にはですね、この二頭の絡み合う白蛇の石像というのは、当白龍大権現者のご神体を先人,あち先人たちがですね、あ,のあるいはおよび氏子の言い伝えをもとに創設いたしました。男女の縁をはじめ、人と人の出会い等の幸運と、 ご神徳これれを導くと言われております石像と台座の両脇に手を触れ願いを込めてお祈りをしてくださいとのこと私も龍神様を多くの人に知っていただけるようご祈願をさせていただきましたはいということで今回はですね私が、えー、3600万円の借金そこから救われてその不思議体験そして龍神様の あの,ご加護のおかげで今ここにあるそれを今度は皆さんに広めていこうとしているということについてお話をさせていただきました今回も最後までご視聴くださり誠にありがとうございますこれからも本院が祀る龍神様についていろんなお話をさせていただきたいと思っていますよければチャンネル登録・高評価どうぞよろしくお願いいたしますそれでは 今週も皆様に大自然の守り神龍神様のご加護はさんさんと降り注ぎますようにありがとうございます。